はい、こんにちは。ボジョジボペ・シゲル・ミヤモト。ボンジュー、はい、高橋手塚。ボンジュー、坂口翼です。びっくりしました。ものすごい椅子より広いのかっていうのと、それからあのなんかね、若い人たちがのびのびやってるっていう感じがすごいするんですね。どうですか、若い人。僕もそんなに若くないです。なんかあの E3 とかはそのプロフェッショナルが集まる場所みたいなイメージなんです。で、まあ、実際そんな印象だったんですけど、ジャパンエキスポは本当に何ですかね、楽しみにみんな来てるっていう感じで、まあその人の数だけじゃなくてそれ以上の熱気みたいなのがすごいですね。そうですね。あの僕はね、まだこう大勢集まってもらうことを経験してるんですけども、手塚さんは多分あんだけの監修の人にわーっと言ってもらったのは初めてじゃないか。初めてですね。なんか嬉しかったですよ。それだけか。本当にね、会場広かったので、こう半分前の方しかいなかったらどうしようって、ね、クールやねって。今日はこの2人のために1万人以上集まったと思うんですけど、そんだけの人生を狂わせてるっていうのがすごいなと僕は思いました、ね。いや、多分あそこに狂わせたかどうかはいる人がまたこういう次はステージに。あ、でもね、あのキン君のコスプレしてる人が前にいててね、うん、まあ狂わせてる感じがしてるけど、本当ここからね、次またなんか仕事するときに、昔からゲームで育ったんですよという人がどんどん出てきてくれるのでありがたいですよね。すごい。そうですね。あのまあ任天堂のことを言いますけども、任天堂はあの他でできないユニークな体験、ゲームに限らずいろんなユニークな体験をこれからも作っていくと思うので楽しみにしてください。日本の文化のため の, あのお祭りってね、もう他にももっとあったらいいのにと思うんですけど本当にこのフランスの地だからできてるっていうのがね、素晴らしいと思います。しかもこんなに大きな、ね、お祭りになっていると、うん、本当に素晴らしい。これからも日本を愛してください。